ジャモジャモ、クールジャモジャモ、今日はいい日だね。ジャモロです。はい、オッケー。ということでですね、本日は私チャモララテが一人でお送りする回となっております。クルちゃんファンの皆様ごめんなさいということですね。本日は10月の30日、世間はハロウィンムード一色でございますけれども、今日から数え1週間後、ついに俺たちのスーパーアイドル井出くるぶし37歳の誕生日を迎えます。クルちゃんですね、そんな37歳の誕生日を迎えるくるちゃん、相方としてですね3回目の誕生日をお祝いできるということで嬉しい限りでございますね。くるちゃんもチャンネル長いことやってこれてるのも、ひとえに相方であるくるちゃんがいつも一生懸命頑張ってくれてるからであります。俺は本当にいつも楽ちんばっかりしてですね、くるちゃんには申し訳ねえなと思いながらも、いつも支えてくれるくるちゃんには感謝しかないです。そんなくるちゃんのバースデーを直接祝える日があります。クルちゃんの誕生日の翌日10月6日、原宿レノンにて、頑張れレノンくん、チョムラガーデンボリューム38、いでくるぶし37th バースデーパーティー開催でございます。この日はですね、たくさんの人に集まってもろて、みんなでクルちゃんの37歳を目いっぱいお祝いできたらなと思います。思い返せば池袋のもつ鍋屋から始まった俺とくるちゃんでございますけれども、まさかあの時はこんなに仲良く楽しく日々を過ごせる風になるなんて考えもしてなかったです。でもやっぱりそれはひとえにくるちゃんの人柄だったり人間性だったり、そういう部分がすごい大きいかなって思っております。俺もちょうど一番しんどい時期だったんですけれども、くるちゃんに何度支えられたことか分かりません。やっぱりキャラとしてはですね、 R18 エロが強いくるちゃんではございますけれども、ひとたびあのパンダメイクを落とせばですね、本当に優しくて頼もしくて真面目な今は一児のパパでございますので、まあそういう面もですね、まあ彼は隠してないので、そういう部分ギャップとかも知って好きな方とかもたくさんいらっしゃると思います。そんなくるちゃんにですね、お祝いだけではなんですので、現在 Amazon にて大セール祭りが行われております。ということですね、本題に入りましょう。くるちゃんの誕生日パーティープレゼント何持参したらいいかなっていう、あなたチョモラテがおすすめを教えていこうと思います。ということですね、現在開催中のアマゾンセールの中からチョモラテがこれええんちゃうかっていうものをピックアップしてですね、10月6日の誕生日あなたに持参させたいと思います。ということですね、どんどんやっていきましょう。レディーゴー。それではまず1つ目、デデン、サムスン EVO プラス SD カード 128GB SDX 失格で UHS1U3100MB セック、こちらですね、安定のサムスンでございます。最近はですね、写真の画素数とかも上がってきて、1枚の写真についての容量が大きかったりするので 100MB セックは欲しいとこですね。データ転送の速さ、1秒につき 100MB 転送できるっていうことですね。くるちゃんですね、どんどんこれから写真も動画もやっていきますので、これぐらいの SD カード、こんなもん何枚あってもいいです。タイムセールのお値段としてですね、今1798円で販売中でございます。ちょうどええでしょ、誕生日プレゼントにはちょうどいい。あまり高いものを送りすぎてもあれかな、いくらぐらいの買ったらいいのかなって、あなた1798円でくるちゃんの大層喜ぶ顔が見ます。これは買いかなと思います。ほんまにほんまに SD カードなんて何万あっても困りませんからね。はい、本当はもっといい SD カードも選びたいところですけども、セールをやってるカードの中で一番良さそうなのはこれかなと思いましたので、これをチョイスさせていただきました。それでは次2つ目がこちらございます。K&F のカメラ3脚、
ちらですね、マックス170センチ5段で一脚にもできるということですね。自由運転もついてまして、アルカスイスのヘッドもついてますね。クルちゃんがね今使ってる三脚が入門用のちょっと重たいものとか乗せると不安定になっちゃうような、パンって当たっただけでこけちゃうような三脚を使ってるんですけども、クルちゃんカメラ、いいカメラ使ってるんで、ちょっと見てて心配になる場面もありますので、これぐらいの三脚はちょっと使っておいてほしいので、これは喜ばれますよ。さっきの SD カードに比べてちょっとだけお値段を張ってしまうんですけれども、ただいま特選タイムセール中で9599円、いけるでしょう。170センチということですね。ちょうど俺とかクルちゃんの目線の高さまで上がるので、やっぱ三脚は大体まあやっぱそれぐらいの目線欲しいとこですよね。なのでこの三脚、と思いますね。本当にアルミ製ということで、カーボンではないんですけれども 2.3キロ、170センチまで高さが出る三脚で 2.3 キロなら、まあ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 軽い方ですよね。なのでこれ喜ばれると思いますので、誕生日プレゼント迷ってるあなた、これとかどうでしょうか。と思いますね。それでは次行ってみましょう。3つ目、次はこちら、逆輸入モデル、トキナ単焦点レンズ、ニュー ATX-M33mm F1.4LTDX 富士 X マウント APS-C4。このレンズなんですけれども、トキナーさんがですね今年発表したモデルで、まあいわゆる純正レンズではないサードパーティー製レンズにはなってしまいますけれども、とても評判のいいレンズです。 33mm っていうのはですね、人間の視覚とちょうど同じぐらいと言われている視覚で、物撮り、ポートレート、スナップ、どれでも万能に使えるレンズになっております。でやっぱりね、単焦点レンズこんなもんね、何本あってもいいですからね。クルちゃんのめちゃくちゃ喜ぶ姿が見たいあなた、ちょっと頑張ってみてこれどうでしょうか。ちょっとお値段をしてしまうんですけれども、こちらもともとですね4万5000円ぐらいしてたレンズですね、ただいまセール中で3万5648円になっております。にくいぜアマゾンセール。このレンズどうでしょうか。それでは次4つ目がこちら、ジーンウェベロ S カメラスタビロライザーということですね。こちらこの前の鬼ごっこ配信の時に使ってたスマホ用ジンバルではなく、ミラーレス一眼用のジンバルでございます。これがあるとですね、ミラーレス一眼とかを使っての全くブレないヌルヌルとした MV なんか撮れたりするわけですね。そしてなんとこちらのジンバル、チョモララテも愛用しているジンバルになります。おソロでジンバルを使ってですね、これからもクルちゃんと一緒にいろんな動画を撮っていきたいと思ってます。おソロやからね、俺がこうやって使うでとかもいろいろ教えてあげれますので、これもですねちょっとお値段を張ってしまうんですけども、38,720円、ただ普段は48,000円ぐらいするものですね。これも1万円近くの割引になってますので、クルちゃんのびっくりした顔を見たあなた、このジンバルいいんじゃないでしょうか。それでは最後いってみましょう。まあ2000円しないプレゼントから始まって、お前4万弱ぐらいのもんまで行くんかいということでですね、万超えのプレゼントやっぱさすがにちょっと難しいわよ。もうちょっとちょうどいいのないのあなた、なんで2000円のから急に1万円くらいまで飛んだ、間があるでしょ間が、っていう方いらっしゃいますよね。すいません、本当に気が利かなくてすいません。ということでしっかり探しました、ちょうどいいやつ。ちょっとですね、 Amazon のタイムセールの中で探すっていうことだったんですけども、ピンポイントでちょうどいいのがなかったので外部のサイトへ飛んでしまったんですけれども、こちらです、カーセンサー、カーセンサーですね、10万キロ以内で探してみました。こちらスズキハスラーでございます。こちらですね、車両本体価格35万円で支払い総額が49万円となっております。年式が2015年、走行距離72,000キロで、まあ車検付きということですね。ボディは白、大変良さそうな車体となっておりますね。これいいんじゃないでしょうかね。ほんまなんならですね、みんなで少しずつお金を出し合ってこちらプレゼントしてみてもいいんじゃないでしょうか。代表者の方がですね、レノンの前まで乗り付けてクルちゃんにプレゼントする、かっこいいよ。やってみたらね、ほんまにと思います。でね、お送りしてまいりましたクルちゃんへの誕生日プレゼント5選ですけれども、いろいろ言いましたが、みんなの愛するクルちゃんの誕生日を目いっぱい祝えたらなと思います。気持ちが一番大事。11月2日原宿レノンでお会いしましょう。ということで今日もありがとうございました。ハッピーハロウィーン。ハスラーくれなきゃいたずらしちゃうぞ。静電気。